シントン軍はアメリカ合衆国メリーランド州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14万7430人であり、2000年の13万1923人から11.8%増加した。軍庁所在地はヘイガーズタウン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 ワシントン軍は北に、ペンシルベニア州南部、南に、バージニア州北部、南と西に、ウェストバージニア州東パンハンドル部と接している。1776年に設立されており、アメリカ独立戦争の将軍かつ初代、アメリカ合衆国大統領になったジョージ・ワシントンの名前を冠した軍としては、国内初だった。ウェストバージニア州にもまたがるヘーガーズタウン、 大都市圏を構成する3軍の一つである。ワシントン・ボルチモア大都市圏から住民が流入しているために人口ブームが起こり、国内でも人口成長速度が高い軍である。現在のワシントン軍を含むメリーランド州の西部は1696年に植民地が作られた時にプリンス・ジョージズ軍に含められていた。その中には現在の6軍が含まれており、 分割による新軍の創設が繰り返された。1748年にフレデリック軍が分離したのが最初だった。ワシントン軍は1776年10月1日、フレデリック軍から分離して設立された。同時に、モンゴメリー軍もフレデリック軍から分離して設立され、やはり独立戦争の将軍リチャード・モントゴメリーにちなんで名付けられた。 ワシントン軍の当初の領域には1789年に設立されたアリゲーニー軍の領域などを州西部全体が含まれておりアリゲーニー軍から1872年にガレット軍が作られた。軍内には多くのアメリカ合衆国国家歴史登録財がある。ワシントン軍はアパラチア山脈の中に入っており西部のリッチンバレー地域から 東のサウス山まで伸びており、ブルーリッジ山脈の延長でもある。軍領域の多くはこれら二つの山並みの間にある広いヘイガーズタウンバレーである。このバレーは南のウェストバージニア州やバージニア州でシェナンドをバレーとなり、北のペンシルベニア州ではカンバーランドバレーとなるグレートアパラチアンバレーの一部である。ワシントン軍の北はペンシルベニア州との宗教である。 メイソン・ディクソン線が、軍座海である。南は、ポトマック川とバージニア州及びウェストバージニア州、西は、サイドリングヒル・クリークで、アリゲーニー軍に接し、東は、フレデリック軍とサウス山に接している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は467.55平方マイルであり、このうち、陸地458.14平方マイル。 水域は9.41平方マイルで、水域率は2.01%である。ワシントン軍の主張は軍管理官と呼ばれている。ただし、軍政委員会が軍政府として行政権限を執行している。軍政委員会はメリーランド州で伝統的な軍政府形態である。選挙で選ばれる5人の委員で構成される。 メリーランド州議会上院には二人の上院議員を送り出している。同会には五つの選挙区から各一人を送り出している。ワシントン軍はアメリカ合衆国会院第六選挙区に属している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。うちは2010年データである。ブーンズボロヘーガーズダウンハンコックシャープスバーグ、ウィリアムズポートミ編入領域も、 町と考えられるが、政府はない。アメリカ合衆国国勢調査局、アメリカ合衆国郵便公社、地元商工会議所など様々な組織がその町を定義している。法人化はされていないので、その協会が定義されていない。アメリカ合衆国国勢調査局は、以下の国勢調査指定地域を登録している。ケーブタウン・チューズビル・フォートリッチー・ファウンテンヘッド。 オーチャードヒルズハーフウェイハイフィールドカスケードリーターバーグモーガンズビルマウントイートナマウントレナパラマウントロングメドーロビングッドローレンスビルセントジェイムズサンマールウィルソンこのコチーグその他の未編入領域として次の町があるアンティータムビーバークリークベネボラビッグプールブロードフォーディングブラウンズビルバートナーセアホスシーダーグローブダーガンダウンズビルイークルスミルズ フェアプレイ、フェアビュー、キャップランド、ハイエット、インディアンスプリングス、ジャグタウン、メープルビル、マーサーズビル、ペクトンビル、ペンマール、パインズバーグ、リングゴールド、サンプルズマナー、サンディフックス、ピールマントレゴ、バンディア、ウィーバートン、ウッドモント、サイドリングヒル、週間高速道路68号線、アメリカ国道40号線のハンコック近く群内の、公立学校は、ワシントン郡公共教育学区が管轄している。 ありがとうございます。